山田敬司は、日本の自治官僚、政治家。京都府京都文化博物館長。京都産業大学法学部法政策学科教授。学長補佐。ラジオパーソナリティ。京都府知事、全国知事会会長。新しい日本を作る。国民会議副代表。知事、市町村長連合会議座長。京都舞鶴子振興会会長を歴任。2009年9月22日。 時代祭の更新に参加する山田兵庫県洲本市で生まれ、後に伊丹市、東京都杉並区に転居。東方高等学校、東京大学法学部卒業。1977年4月、自治省に入省した。本省勤務のほか、和歌山県や高知県、内閣法制局、国土庁への出向も経験し、1999年より京都府総務部長。 2001年に副知事に起用され、京都府副知事を最後に退官した。2002年、京都府知事選挙に、自民、民主、公明、自由、社民、保守力等の推薦を受けて、無所属で出馬し、日本共産党が推薦し、新社会党が支持する、弁護士の森川明、前野議長長の中川康弘ら3候補を破って、当選。当時48歳で、 四十七都道府県で二番目に若い知事だった。選挙戦では優待する荒牧定一前知事の路線を継承しながら、地方文献時代にふさわしい京都府政の改革を、標榜。また、職員の意識改革を掲げ、当選後は副知事に、麻生淳前商工部長、水道庁に、竹内健樹前企画環境部長を起用、また佐村智子前総務省大臣官房参事官を、 副知事に起用し、京都府製史上初の女性副知事を誕生させた。2004年2月、京都府府内郡丹波町で発生した、高病原性鳥インフルエンザの感染に際し、京都府庁に高病原性鳥インフルエンザ、京都府対策本部を設置し、本部長に就任。発生農場から 30km 以内の、養鶏農家等に対する鳥、鶏卵等の移動制限を発動する。 約5キロメートル離れた別の養鶏場でも感染が確認され、世界で初めてカラスへの感染も判明したが、陸上自衛隊にも出動を要請し貿易措置を講じた。2006年、京都府知事再選。2007年4月より、全国知事会地方文献推進特別委員長。社会保障国民会議員。2008年3月、 全30県知事の北川正康の提唱により、設立された地域、生活者起点で日本を選択する国民連合では発起人になお連ねる。2010年、京都府知事参戦。2011年4月、当時すでに次の知事選に出馬しない意向を表明していた麻生渡る福岡県知事の公認の全国、知事会,会会長に名乗りを上げ、 同じく立候補していた埼玉県の上田政治知事を破り、全国知事会会長に選出された。2014年の京都府知事選挙では、自民、民主両党の京都府連から推薦を受け、公明党や日本維新の会からも支援を受けて4選。2017年4月、関西観光本部副理事長に就任。同年12月に2018年京都府知事選挙に、 立候補しない意向を正式に表明、4月15日の人気切れをもって4期16年務めた知事を退任した。知事退任後は、京都府京都文化博物館長、京都産業大学法学部法政策学科教授に就いた。合わせて、学長補佐を兼ねる。教育の充実文化観光振興スポーツ不眠の安心不眠参画就労支援地域経済社会資本の 充実学研都市研究施設等立地条例制定2008年9月24日、京都府庁舎でアメリカ合衆国のエドワードドン総領事と会談する山田。ありがとうございます。